はい、マスオディビでーす。今日はですね、ででーこちらに行ってきましたマクドナルドでーす。はい、皆さんご存知でしょうかね。今ね、マクドナルドでビッグマックよりもさらに大きいグランドビッグマックっていうのがね、販売されてるんです。さらにですね、お店のメニューにはね、載ってないんですけど、そのグランドビッグマックよりもさらに大きいギガビッグマックっていうのもね、販売されておりまして、今日はですね、なんと、普通のハンバーガー、ビッグマック、グランドビッグマック、ギガビッグマックをね、買ってきたので、ちょっとね、それを比べつつ食べてみたいと思います。じゃじゃーん！ということで、買ってきたハンバーガー並べてみました。こちらがね、普通のハンバーガーになります。なかなかね、薄いんですね。久々ですけど、ハンバーガー自体は。はい、ピクルスなど入ってて、久々です。美味しそう。で、こちらがね、ビッグマックですね。これは普通のレギュラーメニューのビッグマック。全然違うね。このビッグマックよりさらに大きいこちら、グランドビッグマック。ちょっと開けてみましょう。せーの。ドドーン。おお、でけえ。上から見るとわかるかな。これさ、ハンズ、このパンの部分がすでにでかい。うお、ビビる大きさなんだけど。え、これね、この違いわかるかな。このでけえ。うわ、この肉のさ、もう直径が全然違うよね。うわ、でけえ。これがグランドビッグマック。うわ、そしてこちらがね、ギガビッグマックでさらにでかいんじゃないでしょうか。せーの、ドーン。お、あれ、普通に変わんないように見えるけど、ハンズを出して、うわ、そういうことか。肉が2枚。でかっ。並べてみるとこんな感じです。まあこれはハンズもね、こういう風に出すと、ハンバーガービッグマック、グランドビッグマック、ギガビッグマック。僕ね、ちょっと今日これだけしっかり食べます。こっちはね、ゆっくり明日の朝ごはんにでもしようかな。はい、ではね、こちらのギガビッグマック食べてみたいと思います。では実際にこちらのギガビッグマックいただきたいと思います。すごいね、おっきいからめちゃくちゃ食べづらそうです。いただきまーす。うん、肉肉しい。あれ、これうまい。うん、あれ、すんごい肉肉しいですよ、ギガビッグマック。でもね、この肉自体も結構美味しい。あー、うん、今ね、普通のハンバーガーも食べてみたんですけど、全然違いますね。そしてピクルスとオニオンもね、いい感じでマッチしてるし、このね、ソースがね、ちょっとマヨネーズ系のソースなんですけど、これがね、またうまいですね。え、結構食べてる感があって、僕は好きですね、このギガビッグマック。うん。ただ、これ一つ食べたら1000キロカロリーかって思うとちょっと怖いですね。そして最後の一口でーす。意外とペロっていけちゃう。あー、うん。うまい。はい、ということで、じゃじゃーん、ギガビッグマック完食いたしました。意外とね、ペロッと食べれちゃいました。うまい。うん、っていうのがね、一番効いてましたかね。で、点数で言うとね、75点。うん、美味しかった。普通に美味しいし、普通にこう、なんか今までのマックの中では僕は割と好きなハンバーガーでしたね。はい、ということでね、ぜひ興味がある方はぜひね、あのマックに行ってギガビッグマック頼んでみてはいかがでしょうか。まあ数量限定らしいので、あったらラッキーぐらいの気持ちでいくといいと思います。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。満足満足。はい、美味しかったです。ということで、以上、マスオディビーでした。バイバーイ。